ジャック・テイラーはイギリスで最も重いとされていた男性。彼は体重700ポンドであると自称しており、ウエスト80インチの特注ズボンを着用しなければならなかった。ただ食べてテレビを見るだけ日々を過ごした。ごく稀に病院の予約のために外出するだけであった。彼は毎日15本のタンドリーチキンを食べていた。彼はその体格により、 バリー・オースティンと並んで、テレビ番組、ザ・ファティスト・メイン・ブルテンに出演するなど、いくつかの特筆性を獲得した。テレビ番組、ビーイング・ザ・ファティスト・マンでは、実際に彼の体重を計測し、その結果は31ストーンであった。しかし彼は、自身の体重が、もっと重いものであると信じており、これが彼に苦悩を与えた。彼は、はりの方が間違っていると主張した。 2006年2月4日、彼は心臓発作により60歳で死亡したテイラーの遺体はシティオブリーズのリーズにあるロードンの仮装場で仮装された。この仮装場には巨大な棺を扱うための巨大設備がある。ありがとうございます。